賢者の石、賢者の石、賢者の石とは、中世ヨーロッパの錬金術師が、鉛などの非金属を金に変える際の触媒となると考えた霊薬である。人間に不老不死の永遠の生命を与えるエリクサーであるとの解釈もあるが、賢者の石が文献上に記述されるのは、エリクサーよりかなり後である。一般によく知られた賢者の石は非金属を金などの貴金属に変えたり、人間を不老不死にすることができるという、霊薬としてのエリクサーと同様のものとして考えられることもある。見た目は諸説あるが、アラビアにおいては黄色で卵のような形、西洋においては赤い石の形が一般的だが、実際には石とは我々の言う石ではなく液体だったとしても、石として扱われる。12世紀にイスラム科学からの錬金術が輸入されると、ヨーロッパでは賢者の石の探求熱が高まった。神秘主義的なヘルメス思想とともに、様々な伝説と風文が広まり、小説の題材としても使われる。黒魔術と関係づけて語られることもある。中世ヨーロッパ錬金術に多大な影響を与えたジャーヴィル・イブン=ハイヤーンの説に、水銀と陽の二要素説がある。その二要素の比率により、非金属や貴金属が生じるとした。後に塩が加わって三要素説が生まれるが、いずれにせよ、錬金術師たちは常に水銀に関心を寄せていた。水銀を原料に何らかの反応を繰り返すことで、賢者の石ができると考えていたようである。水銀と硫黄の化合物である、硫化水銀には、色の異なるものがあるが、代表的なものは赤色を呈する。天然でも産出され、真砂という、砂芯。中国で、不老長寿の霊薬仙丹、金丹の原材料とされた、煉丹術。漢字、丹は、真砂のことで赤色も意味する。金を創出できなくとも、金メッキ、鍍金は可能である。金を水銀に溶かすと金アマルガムとなる。銅の表面を磨き上げてから、金アマルガムを塗り加熱すると、水銀のみが蒸発して表面に金が残る。この方法は、大仏作成にも使用されている。なお、水銀が蒸発するため、危険性が高い方法である。ジャーヴィルは、金を溶かすことのできる王水を発明していた。金を王水で溶かし、乾燥させると黄色の粉末、塩化金酸ができる。塩化金酸の水溶液も、金メッキの材料となる。銅に塗布すれば表面が塩化銅となり、代わりに金が析出する。賢者の石とは、黄血塩をフェロシアン化カリウムではないかとの説もある。黄血塩は、家畜の血や皮からに皮を取るところで作られる。この黄血塩と硫酸を混合した液体に金を入れて加熱すると、この液体に金が溶け込む。猛毒であるため近年は避けられているが、シアン化金化合物は、電気メッキあるいは無電解メッキ材料の一として、現在も使われている。金を溶かし込んだ溶液に非金属をつけ、導線で微弱な電気を送ると非金属表面に金が固着する。電気と金である。最古の電池として、バグダッド電池が古代中近東メソポタミアのごく一部で使われたとの見解もある。当然各人で、差はあるが、1、金をとにかく熱することで己と金の両方を高める。2、硫黄と水銀を混ぜ、特定の操作と薬品またはハーブを使う。3、金と銀を結合させるなどがある。ただしどれも信憑性はなく、3はあり得ないこともすぐにわかる。中国の道教では、服用すれば不老不死を得る、あるいは仙人になれるという霊薬、仙丹を作る術として、練炭術がある。先端が賢者の石に相当する。活光の表した放牧師などによる鍍金を作るのは、先端の原料にすること、先端を作り、仙人となるまでの間の収入に充てるという二つの目的があったことになっている。南インドのタミル文化に属するシッタ医学では、ムップ、ムン、サヌップ、塩と呼ばれる三種の塩からなる薬が、賢者の石に相当する。ムップは、強アルカリ性、芝、中性、サダーシバム、強酸性、シャクティの3種の塩を極秘の比率で混ぜることからでき、1バータムップ、錬金術、レベルの低い金属をレベルの高い属に変化させる2倍ディアムップ、治癒のためのムップ、もともとある薬に加えることで、その薬をより効果的にし、副作用を減らし、治癒を早め、薬を長持ちさせる酸カーヤカルパ、服用することで、若返りの効果、不老長寿かつ病気の治癒を得る。また、人体の中で生成されるムップも存在する4ヨーガムップ、ヨーガを達成した後に、体の中から形成される、甘露の蜜に相当する非常に甘く高骨とした味で、体全体を若返らせ、すべての分泌器官を活性化させる。ムップの材料は様々で、人糞、羊水、海水、尿などから取れる塩であったり、ディークシャを受けたフラードとする説など様々である。フラードは、現在、製薬時に加えることでその薬の効能を上げるとされ、現在でも実際に、シッダ医学の薬の製薬時に使われることがある。現代は、カリユガの時代とされ、錬金術などに使われるような最高レベルの真のムップは作れないと言われている。エリクサーと同様に、コンピューター RPG などで、しばしば登場する。本来の錬金術における伝承を再現しているものもあれば、作品独自の定義がなされているものもある。例としては、アトリエシリーズやドラゴンクエストシリーズなど。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。